経営不振とかね、やっぱりいろんなね廃墟とかが生まれるわけなんですよ。いやだってもともとが書いたと群馬の養成所、軍事の演習場でしょ、見たらね観光客はいいよ、もう美しい緑だ。ああそうですよね。うわうわ、これがじゃあここでも何人か死んだってことなんですか。まあ、こう演習場みたいな。何をしに来たかというと、ここはどこなんですかね、ヒルゼン。ヒルゼンですね。見てください、もうこの山めっちゃ綺麗ですよ、本当もめちゃめちゃ綺麗なんですけども、ね、やっぱ人がいないとかなったらやっぱり経営不振とかね、やっぱりいろんなね廃墟とかが生まれるわけなんですよ。そうだね、経営不振って。で、ちゃんと今日はね、ちょっとヘルメットですね、これ本物のヘルメットなんですけど、装填ポールって言うんですけど、これはなんか掘ってペイントとかして守り神みたいな感じなんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。寒い。ちょインスタでちょっと見てみよう。ちょっと何番。あ、見てください。マイナス1度。マイナス1度です。うわ、寒いです。寒いな。このまっすぐずっと行ったところになんかあるみたいで。すごいいっぱいありますね、なんか。センサーがありますね。うん。でもこの。いかっ。なんだこれ。で、これあれ繰り返された後。日本軍のなんかそういう施設が昔あったって聞いて、統治官のあれで、その中にもあるけど、あそこのが大きい。これ、まっすぐ行ってね。はい。いやだって、もともとが開拓軍馬の養成所、軍事の演習場でしょ。それから開拓で今度は大根の、大根、うん、それから酪農、はい、だからパッとね見たらね、観光客はいいよね。大きいしね、緑だし。ああ、そうですよね。でもやっぱり、そういう。これ形おかしいよね。形ですか？うん。あ、ごめんすか。ちょっと行ってこっち入らないと、なんか入りにくい。あ、ごめんすか。わかりました。ちょっと行ってみます。いや、あ、すいません、ありがとうございます。はい。彼のがちょっと大変。あれよね。
絶対ですよ。行くね。そこは赤やで。行くかって。うわ、すげえ。これ旧日本軍の。そうだね。統治からね、これ。統治からね。こっから撃つ感じかな。あ、バリバリ行く感じだな。立てこもってこうやって。そう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 。へえ、あんなのすごいよ。うわ、うわ。これが。よかった。ヘルメットってよかった。ヘルメットってよかったそれ。もろいぜやっぱちょっと、ね、あ落ちる。昔のやっぱ日本の作りなんでやっぱりそんなに頑丈に今のコンクリートみたいにできないですよね、うん、普通のセメントと、はい、なんかそのごっついし混ぜとるような感じなんで。そうですね、ほんと応急処置的な感じがね。じゃあここでも何人か死んだってことなんですかね。まあここ演習場みたいな感じ。そうです、演習場、うん、訓練みたいな。ここでやん。あ、結構深い。ちょっと思ったよりすごいですね。敵がやばすぎて。こ、伏線は知らない。そう。無理っすか、これね。無理っすか、無理じゃん。え、たぶん4区でもハマりますよ。これはやばいっす。光が変に光っとる。ちょっと無理だな。
だな。どこか。蒜原陸軍演習場だと。まあ、ここいろんな多分演習で死んだ人とかもいるんだろうね。あ、そうなんですか。まあ、絶対そんなあるかもよ。昭和10年11月28日。まあ、演習あったってことだろうね。今から70年前とか。そうだね。どうですか今日。いやもうね、今日自然のね猛威というのをね改めて本当に痛感した日だと思います。あとね、今日はこの間に学んでブーツで来ましたよ。アディダスの靴ね、やっぱ最強ですね本当ブーツは。本当に疲れてるな。疲れてますか。疲れてる。そんなことない、そんなことない。もう一回行く。もう一回ちょっと。まあでも本当にあの、なんていうか、歴史のある本当にね、演習場っていうのがもう見れたんで、まあその僕らぐらいの年の人も、やっぱりそうだね、戦争の時には、こういうところで本当にね、演習をして、戦いに行ったっていう、ね、歴史があるんで、どうしますか。いや、この木がすごいなと思って。記念樹みたいな。そうかもですね。いいですか。今日もこのところがあります。はいはい。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。